はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、商品レビュー依頼で提供いただきましたこの 4K 対応のビデオカメラでお庭をね、撮影したいと思います。今レンズはね、何にもつけていませんね。で、ここにマクロレンズとワイドレンズがあるので、まあ、これもね、使ってみての比較をしてみたいと思います。じゃあ、今の時期はね、何もないけどね、鬼はね、一応 4K で、まあ、24フレームかな、ね、それで撮影をします。よいしょ。今楽しいものがね、何にもないんだけど、まあ、唯一ね、面白いものといったら何かというと、これね、よいしょ、これね、あの、三つ葉の花なんだけど、ちょっとこれ近くがあんまり映らないかな。富士山綺麗なんだけど、ちょっとこっからはね、ウロアングルすぎてちょっと映らないので。でね、ピントなんだけど、例えばね、まあ、このナッパもちょっとどうかな。まあ、ピントのね、合わせ方というか、まあ、距離だよね。何もレンズがついていない状態だと、ピントはね、かなり遠いとこじゃないとピントが合わないかな、という感じはします。さあ、そこでね、このはい、マクロレンズ、これをね、装着したいと思います。マクロレンズ、よいしょ、キュッ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 、ちょっと待ってね、キュッ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 、よいしょ。はい、マクロレンズをね、装着しました。そうすると次はどうでしょう。はい、このようにね、近づけて撮影して文字がね、読めるようになりました。はい、それじゃあね、この状態だと周りがちょっとこうボケちゃうけどもね、三つ葉がね、すごい伸びたんだよ。あの、おつゆに入ってるね、三つ葉をほったらかしておいたんだね、これずっとね。三つ葉をほったらかしておくと、こんなに大きくなって、三つ葉のお花、ちょっと見てみる？よいしょ。結構、ちょっといい感じに映るよね。ちょっとお花揺れないで。ほら。これぐらいまでかな。あんまり近寄りすぎちゃうと、ピントが合わないので、まあ、これぐらいの距離かな。ほら。ね。これぐらいならいいでしょう。いかがでしょうか。うん、ね。さあ、これをもうちょっとね、こういうのも、よいしょ。寄り方次第では、よっ。あんまり綺麗じゃねえな。あ、お花。お花があそこにあるからね、ちょっとお花を見てみましょう。はい、お花。はい、いかがでしょうか。よいしょと、ね。まあ、ボケ感はいいような感じだけどね、背景のね。ちょっとこう、一眼レフっぽく見えるよね。これちょっと空に向かって、こうしてね。あ、ちょっと逆光気味だけど、どう？ね、このアロエもさっきは遠くじゃないと映んなかったけどね、これぐらいまでだったら近寄れるね。ほらね、 4K 画質で綺麗に撮れてるでしょうか。はい、まあね、マクロレンズつけてると、まあ、全体的にもう背景はこんな感じでボケてます。
はい、そこで今度はワイドレンズね、このワイドレンズをこのマクロレンズの上に装着してみます。よいしょ。よいしょ。くる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 。よいしょ。はい、マクロレンズをね、装着完了しました。さあ、こんな感じで今度はね、標準よりも広角で映ってるのではないでしょうか。で、さっきのね、ジョロ見てみましょう。まあ、もうマクロレンズではないので、ちょっと近くのものピントは合わないよね。ちょっと離れないとピントはどこで合うのかな。ちょっと難しいかな。ね。はい、それじゃあね、ちょっと我が家の金柑を見てみましょう。はい、金柑。まだね、色づき始めたところです。金柑。もうね、第1号の色づいてるのね、カラスに食べられちゃった。ムカつくカラス。反対側にね、第1号のやつがあったんだよ。見事に食べられちゃったよ。ちょっと見に行ってみる？食べられちゃったやつ。よいしょ。じゃあちょっと行ってみよう。だん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 。よいしょ。夜になるとね、ピカ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 光ってるよ。これね。もう食べ頃かなと思ってたね。食べられちゃったのどこだっけな。これだ。これが第1号の一番美味しそうだってやつ。ほら。もう食べられた。ムカつくね。ちょっとワイドレンズ外してみようか。よいしょ。マクロレンズにね、切り替えてみましょう。あ、ちょっと待って。両方取れちゃうな。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、今ね、マクロレンズになりました。はい、こんな感じ。ほら、鳥に食べられちゃった。ねえ、ムカつくよね。青い空。青い空とオレンジ色の金柑、両方同時に映せないね。よいしょ。もうちょっとしたらね、収穫して食べることができるね。はい、こんな感じ。4K で綺麗に撮れてるかな。よいしょ。あ、ちょっと手が入んなかった。残念。ね。マクロレンズだと、まあ、こんな感じだね。ああ、寒い。めちゃめちゃ寒い。すごい寒い。じゃあ、広角レンズをね、もう一回つけてみましょう。よいしょ。くるくるくる。よし。はい、広角レンズをね、装着しました。はい、広角レンズをつけるとね、こんな感じ、奥の方までしっかりと映すことができます。広角レンズ、まあ、つけた感じで、まあ、どれぐらい広く映ってるのかっていうのは、まあ、ちょっと後でパナソニックなんかとね、比較してみたいと思います。はい、以上で、おじいのお家のお庭でした。参考にしてね。またね。バイバイ。